アイテム番号、SCP-1002-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。財団は SCP-1002-JP-1 の発生を観測した場合、カバーストーリー、野生肉食生物の出現、もしくは、肉食動物の脱走を流すことで周辺住民の安全を確保してください。SCP-1002-JP は基本的には破壊許可が下りていますが、可能ならば捕獲してください。SCP-1002-JP を目撃した一般人はクラス A 記憶処理を行った後、解放されます。SCP-1002-JP-1 が発見された場合、ラジコン有線ドローンを用いて向こう側に侵入後、決められた手順を用いて SCP-1002-JP-2 を破壊してください。説明。SCP-1002-JP は頭部に角が生えた人型生物群です。知能は低く、肌は全体的に赤みを帯びています。歯は雑食性の動物と酷似していますが犬歯が著しく発達しています。筋肉は人間のものよりも筋繊維が密になっており人間よりも強い力を出すことが可能です。遺伝子を検査した結果、SCP-1002-JP は人間の筋原子流と考えられています。現在財団が回収した個体は大きさや見た目に差はあるものの、すべて遺伝子的には同一の個体です。また、寿命が短く、記録上最も長く生存した個体は収容されてから168日で死亡しています。SCP-1002-JP の主だった行動には SCP-1002-JP-1、口述、え人間を拉致していくことが挙げられます。収集員が残した文献では人間を捕食したという記録も残っているため注意が必要です。現在、財団は SCP-1002-JP の拉致行動を防いでいますが、SCP-1002-JP-1 の出現頻度が不規則であるため、財団の処理能力を超える恐れがあります。SCP-1002-JP は SCP-1002-JP-1 と指定される空間上に開いた穴を通ることで出現します。SCP-1002-JP-1 からは未知の電磁波が観測されており、調査の結果、ワームホールのようなものと判明しています。SCP-1002-JP-1 が出現する30分前よりこの電磁波が観測されるため、財団は SCP-1002-JP の出現に対応が可能です。この電磁波の影響により、SCP-1002-JP-1 を隔てた無線通信はできません。また、SCP-1002-JP-1 には長期間維持されているものも存在しており、財団はこれを利用することで向こう側に行くことができます。現時点では SCP-1002-JP の妨害により SCP-1002-JP-1 付近までしか探索できていません。SCP-1002-JP-1 は向こう側に存在する装置、以下 SCP-1002-JP-2 が発生源です。SCP-1002-JP-2 の周囲には見えない障壁が発生しており、銃撃や爆破では破壊できません。しかし、特定の手順を踏むことで SCP-1002-JP-2 内部から破壊が可能です。SCP-1002-JP の管理は収集員を吸収した際に財団に委譲されました。これまで収集員は SCP-1002-JP を、鬼、と呼称しており、呪術的な手法で管理を行っていました。収集員が管理していた時代において拉致被害者は記録にある限りでは、命に上ります。しかし、財団が管理を引き継いだことで現在のプロトコルとなり、被害は減少しました。ホイ1、SCP-1002-JP-1 への探査記録です。探査ログ 1002-JP-1、研究主任、博士、探索人員 D-1002-1、浮器、ビデオカメラや通信装置は有線式のものを使用しました。D-1002-1 が逃げ出した場合を想定し、首輪型の発信機を取り付けてあります。今回使用する SCP-1002-JP-1 は、県、群れに存在する洞窟内に存在しており、入り口には武装した警備員が3名待機しています。録音開始。それでは SCP-1002-JP-1 の様子を報告してください。フォーガナ、黒い穴だな。
最初はかなり奥まで続いているのかと思ったが。わかりました。それでは穴の中に侵入してください。わかった。発信機の信号が途切れる。金属製と思われるトンネルが画面に映し出された。これで、いいんだよな。穴の先には何かあるみたいだね。壁はどうなっていますか？そうだな。多分金属製だ。その、昔見た SF 映画で見たようなのを見た気がする。思い出せないが。結構です。そのまま進んでください。カメラはトンネルを抜けると、巨大な装置を映し出す。また、周囲は明るく、未知の機器が多数存在した。なんだ、こりゃあ。これなあ、まるであんたのところみたいじゃないか。そこから進めそうですか？扉に近づき、無理やり開けようとする？無理だな。あんたのところみたいにカードキーとかいるんじゃねえか？他に出ることができそうな場所はありますか？ねえな。あの装置を使ってみるか？やめておきましょう。何かあっては困ります。了解。俺も帰りたいしな。それでは今すぐ帰還してください。今の装備ではこれ以上は無理です。そうだな。元の穴を通ればいいのか？はい。できればいくつか物品も回収できたらありがたいです。わかった。じゃあ。D-1002-1 からの通信が途切れる。D-1002-1 大丈夫ですか？ D-1002-1 を通してください。録音終了。終了報告書。映像記録の様子から SCP-1002-JP-1 の向こう側の世界は財団と同等以上の科学力を持っていると推察されます。現在、有線ラジコンを用いた第二次探索が予定されています。今回使用した SCP-1002-JP-1 は閉ざされており、これが D-1002-1 との通信が途絶えた原因だと考えられます。追記。新たに SCP-1002-JP-1 が発生したため、第二次探索が決行されました。第二次探索時、有線ラジコンを用いて問題の装置を解析しようと試みました。結果、中心部の配線を切った直後に通信が途絶しました。現在、この装置が SCP-1002-JP-1 を発生させていると推察されています。探査ログ1002-JP-2、研究主任、博士、探索人員、機動部隊は、4、偵察部隊、6名、副機、事前に有線付きのラジコンで SCP-1002-JP-1 の向こう側を調査し、財団は機動部隊を派遣しても問題ないと判断しました。分断された場合のために発信機が全員に取り付けてあります。録音開始。機動部隊が SCP-1002-JP-1 に侵入する。金属製のトンネルを抜けた。こちら、アルファ、1。全員無事に到着した。到着時、付近にいた警備兵と思われる存在を2名気絶させた。気絶させた？ SCP-1002-JP-O ですか？方法を教えてください。アルファ、3号やって気絶させた。対人戦の要領で行いました。今、気絶した個体を調べていますが、見てください。完全に人間ですよ。SCP-1002-JP に確認されるつもやきらがありません。わかりました。アルファ、1。周囲の状況はどうでしょうか？映像で見た装置がある。だが、明らかに前回とは違う空間に出た。部屋の様子だけで判断するなら、我々の世界よりも科学力が低いかもしれん。監視カメラとおぼしきものが見当たらない。もしかすると、彼らが監視カメラ代わりだったのかもな。了解しました。それでは先に進んでください。わかった。アルファ、4そっちはどうだ？アルファ、4が鉄製の扉の一部を器具を用いてくり抜いている。もう少しでドアが開きます。扉のくり抜いた部分を床に静かに置く。開きました。医師、アルファ、2とアルファ、6はここにも来れ。残りは偵察に行く。了解。アルファ、5が廊下に出て安全を確かめ、手で合図を送る。行くぞ。4人が廊下に出る。扉の周囲が映される。
文字と思われる模様が映し出された。何かわかるか？これだけでは何とも。そうか。アルファ、3最後の警戒を頼む。了解。廊下の壁はどうでしょうか？そうだな。ずれた感じではコンクリートとよく似ている。これといった異常な点は見当たら。静かに。誰か来ます。正面から白衣を着た人物が歩いてくる。見た目は黒人の女性と同じだった。女性は立ち止まると、未確認の装置に話しかけた。まずい。気づかれた。撤収だ。背後から武装した何かがやってきてます。顔はわかりませんが、角があります。おそらく。何かにアルファ、3が取り押さえられる。発砲許可お願いします。許可します。何かに発砲する。何かは動かなくなるが、アルファ、3の上から移動することはなかった。ああ、クソ。クソったれ。お前たちは先に行け。突如として煙が発生する。煙幕か。アルファ、1が倒れる。カメラの映像は煙幕に包まれる。通信時の音声のみが確認できる。アルファ、1を落としてください。アルファ、1。残った人員は速やかに退避してください。退避前にレイの装置に爆弾をセットしてください。銃声。こちら、アルファ、5。爆弾をセット完了。全員の帰還は不可能と判断。爆弾が爆発するまで装置を死守します。わかりました。SCP-1002、JP-1 はこちらで対処します。他の方は戻ってきてください。カメラの映像に変化が見られた。人間とおぼしき武装した存在が未知の言語を話しながらカメラを拾い上げた。両者とも、角が確認されない。二人ともカメラを指さしている。二人は突然緊張したような面持ちとなり、同じ方向に視線を向けた。この時、未知の言語を話す第三者の声が聞こえる。カメラがその第三者の方に向けられた。見た目は人間と同じだが、背後には2体の武装した SCP-1002、JP とおぼしき存在を連れている。第三者は軽く咳払いした。はじめまして、地球の人類を。我々は君と同じ人類だ。まず、勇敢な兵士である彼らはこちらで治療するので安心してほしい。この星は今危機に瀕している。そして君たちも地球も同じ危機に瀕している。我々は両方を救うために現在動いている。我々は今夜にでも地球に使者を送る。おそらく上層部がメッセージを託しているだろう。死者を迎え入れてくれることを期待している。だが、技術上の問題でメッセージが正確に届かないかもしれない。だから、私たちがそこにたどり着くまで待ってほしい。宇宙船を用意して。爆弾が爆発したことで SCP-1002、JP-1 が閉じる。録音終了。終了報告書。SCP-1002、JP-1 の向こう側より帰還したのは3名です。うち1名は未知の神経毒により体が麻痺していましたが、命に別状はなく、現在職務に復帰しています。また、神経毒は足に刺さっていた針状の物体から注入されたものと考えられます。遺伝子を調べた結果、SCP-1002、JP と一致しました。しかし、今まで財団が収容してきた SCP-1002、JP には今回使用されたような針や毒を持つ個体は存在していません。今回使用した SCP-1002、JP-1 は隊員が帰還した1時間のちに消滅しました。ビデオを解析した結果、第一次探索時と比較して、SCP-1002、JP-2 を除いた物品に用いられている科学技術が我々の世界における1850年代のものと同程度であることが判明しています。追記1、新たに出現した SCP-1002、JP-1 から SCP-1002、JP が出現しました。角がある以外は D-1002、1と同じ姿をしており、こちらの言語を使用していました。財団はこの SCP-1002、JP を SCP-1002、
JP、A と指定し、収容しました。追記に、探索後、取り残された隊員のものと一致する発信機の信号が送られてきました。信号は太陽を挟んだ地球の反対側から送られてきており、観測の結果、地球と同じ大きさと公転軌道を持つ惑星がその地点に存在することが判明しました。この報告書内では新たに発見された惑星を惑星 A と呼称します。現在、惑星 A において確認された文明レベルや D、線に、1からの信号が観測されていないことから、第一次探索を行った場所もしくは時代とは異なるのではないかと考えられています。ホイに、SCP-1002、JP、A のインタビュー記録です。インタビュー記録1002、JP、1。対象、SCP-1002、JP、A。インタビュアー、博士。録音開始。こんにちは、SCP-1002、JP、A。今日はよろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします、博士。私の言葉はわかりやすいですか？ええ、十分です。よかった。話を続けましょう。まず最初に、君はなぜ、自ら収容されようとしたのでしょうか？それが私の役割だからです。こちらはクローン技術が発達しているので役割に合わせた個体が作られます。私はあなた方に上層部のメッセージを届けるために生まれました。つまり、我々が SCP-1002、JP と呼んでいる存在は作られたということですか？そうです。私はあなた方が D-1002、1と呼ぶ男性をもとに作られました。上層部は最初 D-1002、1にこの役割を任せようとしたのですが、D-1002、1が拒絶したので私が代わりに送られてきました。我々の星は地球よりも進んだ技術を持っているので、彼から得た記憶を私に移植しました。なぜ D-1002、1が拒絶したのかわかりますか？私もセキュリティクリアランスレベルでは話すことができません。話した場合、理解プログラムが作動します。わかりました。ではなぜ SCP-1002、JP は人を襲うのでしょうか？襲うという言い方には語弊があります。さらうの方が正しいです。それではなぜ、SCP-1002、JP は人をさらうのでしょうか？地球に住んでいる人類の情報を収集することを目的としています。情報収集ですか？何か目的があるんですか？まず第一に、地球に住む人類の文化を理解することが不必要な争いを回避するために不可欠だからです。例えば言語間に存在するわずかなニュアンスの違いでも争いに発展する場合があります。そのようなことを回避することで我々の行動は速やかに完遂することができると考えています。次に、現在我々が言っている作戦が失敗した場合に備え、地球を再現するのに情報はできる限り必要だからです。我々は同じ人類ですが、生活環境が異なるため若干遺伝子に違いがあります。正確な地球を再現するには現地人のサンプルをできる限り回収する予定です。しかし、近年はあなた方の存在により拉致が成功していないため、現段階では1870年代頃を再現する予定です。あなたの言う作戦とは何ですか？私もセキュリティクリアランスレベルでは話すことができません。わかりました。そろそろ時間なので、またインタビューを行う際はよろしくお願いします。でしたらお願いがあります。私は上層部より重大な命令を受けてやってきました。会の職員では混乱する可能性があるので、上位の職員に会えるよう申請してください。わかりました。できる限り努力してみましょう。ありがとうございます。しかし、私の寿命は想定ではあと1週間ほどしかありません。ワームホールを通ったせいでもっと短いかもしれません。早めにお願いします。録音終了。音声記録線に、JP-1、復帰。
インタビューを行った4時間後、SCP-1002-JP-A の状態が急変しました。録音開始。未知の言語、簡易メッセージを伝えます。地球、滅びる。二つの星、の、人類、消える。星、衝突する。我々、宇宙船、送る。生物全員、乗れる。車で、何もするな。ワームホール、もう。SCP-1002-JP-A が意識を失う。録音終了。追記1。この24分後に SCP-1002-JP-A は死亡しました。追記2。2日後、今まで財団が管理していたものも含め、すべての SCP-1002-JP-1 が消滅しました。報告書1002-JP、財団が管理する宇宙望遠鏡、が天の川銀河系内に正体不明の天体、以下、天体 X、が突如出現したのを観測しました。天体は地球と同程度の大きさです。天体 X の速度及び進路を計算した結果、36年の地球を破壊した後に惑星 A を破壊する進路を取ることが判明しています。財団は協議の結果、天体 X と地球の衝突回避作戦を決定しました。SCP-1002-JP 側の提案は、SCP-1002-JP 側が人類を別の形で利用する可能性等の理由から否決されました。作戦記録1002-JP-1。作戦名。天体回避。参加人員。機動部隊ガンマ、8。星砕き、6名。作戦内容。財団が調査した結果、天体 X から SCP-1002-JP-1 と同じ性質を持った電磁波が確認されました。また、天体 X の大きさから現在財団が使用可能な核ミサイルを全て使用した場合でも進路変更は難しいと予想されています。そのため、財団が太陽系内で発見した巨大彗星を用いて軌道を変更する作戦案が承認されました。この作戦では彗星に対して T の核を使用します。核爆発の衝撃を彗星にできる限り伝えるため、表面から地下 M の位置に核を仕掛けます。その後、天体 X と交錯する直前のポイント A 到達した際に起動し、核爆発の衝撃で軌道を変更させます。軌道を変更した彗星を天体 X に衝突させ、さらにその衝撃で天体 X の軌道を変更させます。この作戦を行うにあたり、使用する機械に不測の事態発生することを考慮し、有人で行います。不機。作戦に必要な燃料と現在の財団の技術を考慮した結果、片道分の燃料しか積み込むことができませんでした。そのため、参加人員は全員作戦終了後、終了措置が取られます。音声記録1002-JP-1。対象、ガンマ、1。インタビュアー、博士。録音開始。財団本部、聞こえますか？こちら、ガンマ。1です。ガンマ、1聞こえています。そちらの様子は大丈夫ですか？はい。現在私以外5人は最終確認を行っています。予定では後3時間で天体 X と衝突しますが、そちらからは見えますか？いや、何も見えないな。星がいっぱいでわからないだけかもしれないが。沈黙。博士。今のうちに言っておきたい。私は財団に感謝してるんだ。火星や土星を間近で見ることができた。これで地球を守れるんだ。私の人生は最高だ。ガンマ、1は言葉に詰まる。ああ、最高だとも。ガンマ、1最後くらいは。博士、私は最後までそういうのはこの記録に残さないつもりだ。後世の人間がこれを聞いて。私をみっともない奴だと思わせたくない。あなたがこれからやることを考えれば、誰もみっともないなんて思いませんよ。そうかもしれないな。でも、これを誰かが聞くんだろ？だったら精一杯格好をつけて最後は行きたい。息子や孫がこれを聞いて私が泣きながら死んだなんて思われたくもないしな。わかりました。博士、ありがとう。希望部隊ガンマ、8を代表して礼を言う。これから私は死ぬが、残された家族たちは頼んだ。
はい。そろそろ私も作業に取り掛からねばならない。では、財団の諸君、また会おう。ご無運、お祈りします。録音終了。終了報告書。年月、日に作戦は決行されました。結果、予定通り水星は軌道を変更、その3分の1、天体 X に衝突しました。天体 X は衝突時、大量の電磁波を放ち爆発しました。観測の結果、天体 X は消滅したと考えられます。ホイ1、軌道部隊ガンマ、8の6名には作戦終了後、財団から勲章が贈られました。ホイ2、作戦が成功した現在でも SCP-1002-JP の出現及び SCP-1002-JP-1 の発生が確認されていません。追記1、D-1002-1 の信号が確認されました。観測の結果、この信号が飛んできた方向は天体 X が飛んできた方向と一致します。追記2、惑星 A に無人観測機を送りました。結果、生命が生息可能な環境であり、文明の痕跡があるにもかかわらず、SCP-1002-JP 側が主張していた人類の存在は確認されませんでした。また、地球の公転周期よりもわずかに早いことが判明しています。追記3、天体 X が消滅した近辺において財団の無人探査船が人工物とおぼしき物体を回収しました。この物体は周囲を未知の物体で囲まれており、中は破壊されているものの、居住空間であったと推測されています。財団は探索時に SCP-1002-JP の死体を、再回収しました。また、理由は不明ですが、地球の言語が書かれた物体も複数存在しており、回収と解読が行われています。